はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。セイディーパートオブミー、続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、まあ、新しいエリアに来たんですけど、この少女がご覧の通りちょっと閉じ込められてしまいました。なんとかしたいんですね。とりあえず影の少女を移動して解決策を見つけますが、なんかシンクロして動いてんな。お、ドラゴンがいる。おおおお、なにこれ。おいおい、なんだこれ。初耳だぞこれ。焦った、避けるだけね。彼らはここで何をしているの。おまずそこになんて思わなかった。なんだろう、私はまだそこにいる。お、開いた。なんかすぐ解決しちゃいましたね。最初ドラゴンがちょっと面食らいましたけどね。はい、焦ったなあれは。さあ舞台の向こう側に。おっと、これはいけないな。こいつはいけねえ。これを移動するとスイッチが発見。これで一個開いたけど、もう一個なんか道が塞がれてる。これあれかな、先に進んで探すのかなこれは。あー、なんか動いてるけど関係ないな。これは乗らなきゃいけないんだな。あ、わかった。これ切ってこれあれかな、ちょっと考えすぎかもしれませんけど、これ意味あるのかな。なんか意味はない。二つ、はし、なんかあんな。これ、ここまで移動して。いや、やっぱスイッチだけダメか。どこだろう、これ。もう先行けないな。これなんだろうな、なんか意味ありそうだな。これあれか、影の少女を乗せないとダメってことか。なんだろう、舞台の向こう側に。あー、これか。違うな、また違うな、またなんかあんな。これでスイッチ切ればいいのかな。あー、ってことはこの状態でこうか、その戻せばいいのか。なるほど、ちょっと分かりにくかったですね。ヒントのメッセージ読まなかった。多分これをちゃんと理解してなかったね。この舞台の向こう側にっていうのを理解してなかったらちょっときつかったかもしれませんね。よし、行こう。せやな、運べたらいいんですけどね。そう、やっぱね、生きていく上でね、やっぱり他人の力を借りるって時はやっぱありますよね。そういう時ね、どういう態度で接するかですよね。なんだこれ。あ、風船か。これまた割んなきゃいけないのか。いや、むしろ下げなきゃいけないのか。あ、違う、割るんだ。大きくして、これ面白いんだよな。で、割れちゃうんだよな、これ。で、さらに、今度はちっちゃくして、でも割りに行くんだけど、これじゃ多分ね、影の少女当たっちゃうから。やっぱ大きくしないとダメね。これ当たんないだろうな。よし、OK。これで、多分ね、これ使うんだろうな。あ、いらないか。で、移動して。Do you remember this as well? これも覚えてる？的当てかな？射撃のね。お、すごい。ストライクだ。うまいね。
私は静かでいることもできるの嬉しい変化ね。喋る必要がないのよ。確かにね。ね、静かにね、思いをにふけることも大事ですよね。よし、行こう。お、また閉じ込めた。今度なんだろうな。絶対なんかまた竜が出てくるかな。おお、なになになに、注意、注意。ドラゴン、いて、のさら、触れちゃいけないのか。おお、乗んないと、大丈夫か。来るぞ、来るぞ。触れたらおしまいだな、これ。はっ、いて、はっ、触れちゃいけないな。触れたらおしまいなの。乗ってどうするってわけでもないんだ。下から来る？上から来るか。あの看板の向きで。あ、終わった。どうもどうも。遊びは気にならないわ。おお。この影の少女って誰の影だったのかな。そういう考えと、それとも影に意志があったってことなのかな。不思議だな。意志到着。You know what? あら、何を知ってるの。 They don't talk either. Have you seen them? あと彼らを見たの。感謝のことかな。さあ、スイッチなんだろう。一つ開く。あ、時間とともに閉じてくる。つまりすぐに開けに行かなきゃいけないのか、これ。だから感覚を狭めなきゃいけない。こうやってで、接点をこうやって近くしてあげるといいのかな。もう影が映んないんだ。スイッチが映んなくなっちゃうんだ。あれ見えないな。あ、見えた。ここで見えんだ。端っこじゃなくて見えないのか。これは見えないんだ。つまりスイッチオンします。で、すぐにオンしないとダメ。間に合う？間に合わないじゃん。入れ替えなきゃダメかな、これは。ん？入れ替えるとどっかでなんか。お、マジか、これ。一緒に、こういうことか。へえ、面白い、これは。なるほど。I wish I could move you like this. You wouldn't have to walk if you didn't want to. なるほどね。でもそれじゃ、少女のためになんないんだよな。私は待ってた、あなた見たら、あいつらは心配してた。あなたはあいつらを気にしなかった。あなたは自分の子だけを気にしてた。それでいいの？うん。アザーもう戻ってこないかな。アザーって誰？私は、あれか、アザーってこの人たちのことか。黄色いおじさんの声か、要するに。どこ行っちゃったのかな？あそこの、このセンサーは、ここが開くんだな。だけど、これじゃすぐ閉じちゃうから、いっぱいにしてもダメか。ん？これ押すと？なんかビクッと動くな。なんか二つ必要なのかな？でも一個しか分かんない。あー、分かった。これで、こういうことか。で、開くと。今のうち、まだいるよ。
アザーはまだいるってことだね。オッケー。まあ、そのアザーの存在ってのは何だろうな。お、なんか踏み潰されちゃう。これ乗る。で、オッケーかな。でも鳥が最近見当たらないですね。最近。見逃しているわけではないんですよね、多分。いないんですよね。到着。オッケー。Let's do this。ね、これ。You and me, friend。友達として。でも、これ。影の子しか移動できないですね、これ。おお、なんだこれは。怖えぞ。すごいジャンプしてる。食われた。ちょっと、あぶれ。ひゃー、助けてー。風船割っちゃいけないのか。あとあと、食われちゃう、食われちゃう。風船割っちゃったらいけないし、なんか、よくわかんないルールが。ドラゴン来たら。こっちか、よし。オッケー、避けばいいだから。ああ、落っこちた。ほっ。よいしょ。またまた、ね、大丈夫これ。また壊れちゃう。危ない。危ないな。こっちか。行くでしょ。雲の上はね、一定時間で消えちゃうんでね、危ない。おお、うまくいった。危ないな。ありがとうございます。ありがとう。ん？ね、これ。友達と遊ぶために。そっか、楽しませてあげたのね。あいつらは言った。驚いたと。あいつらは言った。離れなければと。あいつらは言った。私はあいつらを追い払うために会いすぎたと。あいつらって一体何ですかね、そのアザーっていうか、あのおっさんの声っていうかね。どんどん真実を見つけていきたいですね。この記憶だったの。あ、嫌なら歩く必要なんてないのよ。私が助ける方を見つけるから。さあ、どんどん進んでいきますが、さあ、ここは何だろうな。これもあれかな、風船が飛ぶ仕掛けかな、これ。じゃあ、こっちにいようか。同じ仕掛けだろうな、これな、と思ったら、なんか、これが2つあるんだよな、なんだろう、これは。また、気が早い。乗んなきゃダメか、これ。もしかして。乗っちゃダメかな。あ、またまた、これきついぞ、これ。こうか。これでいいのかな、このまま。でも、そっか、そこで風船が割れちゃうんだな。わかった。つまり、これは、返す。下げて。こうしなきゃいけない。蓋をしなきゃいけない。一回。で、開かないようにして、なおかつ、風船を飛ばせないな、これじゃな。またこれひねってるな、これ。ひねって、あ、まだ一番下がれるぞ。これで？あ、これでいけますね。で、無事に。開く。で、ここは行くでしょう。で、これなんか気になるの、まだ使うのかな、これ。ここまでレールがあるってことは、なんか必要なのかな。一応、あ、門がいた。まず、これは少女が出かけて、どっちみち、影の少女はルートがないんで、一回行くしかないな。いや、待てよ、なんか行かなきゃいけないね、やっぱり。あ、大丈夫か。で、ここは少女単独行動と。
ていうことかな。あれ入れない。話しかけられないかな。いた。あれどこ行っちゃった。 Are you a memory? さあバスの中を移動して、これどういう記憶なんだろうな。遊園地とかそういうなんか通ってた記憶かな。これは少女がまだ外にいた時の成長。これ学校かな。さあこれは多分乗んなきゃ、乗って移動しな、また移動しなきゃいけないんだろうけど、影が薄いなこれ。影が薄いなこの箱のね。これじゃ移動できないな。でもこれで移動しなきゃいけないっぽいですね。絵はなし。これ以上いけない。薄い影を乗っていかなきゃいけないのかなこれ。実はこれいける？いける？いけない、いけないじゃん。なんか工夫しなきゃいけないのかこれ。待てよ、なんかあるかなこれ。奥の方になんかずっと奥まで行けるんですよこれ。なんかあんのかな。いや特に、あ光がいけないのか。特にないなあ。あなたは私が助けると信じた。あなたは私が助けられると信じた。でもあれ助けらんないぞ。またこれ難解だな。これ箱を移動しても影が薄すぎて影の少女が乗れないんですよねこれね。なんだろう、大ジャンプかな。いやでも絶対届かないねこれ。届かない。あれ待ってよ、いやそんなことないよな。こっからなんか重力逆転するわけでもないな。その装置はなんかあんのかなここは。特に意味はない。ここ何もない。積んだかこれは。あれいけない。あ今影できた。あそっか、箱の位置に1個動かすことによって影ができるのか。ってことは同じ原理として端まで移動して、あそっか、光が2つ重なったところにうまく置くと影できるっていうのかなこれ。こんな感じで。これはわかんないな。なるほど。何でもいろいろ動かしてみるのは大切ですね、これね。はい。I don't remember what I learned. I remember learning, for sure. But I don't know what. まあ、何を学んだか忘れてしまった。まあ、勉強とかはね、大体忘れますよね。ほとんど全部じゃないけど。Remembering is fine. 覚えるのはいいことだ。確かにね。さあこれはスイッチが1個あるな。これは
まずね、トゲがあるんでね、乗ってもらいましょう。覚えてないのはいいことだ。そうなの？これ端っこまで来たんだろう。名前か。あ、あ、いいね、いいね。びっくりした。また、これじゃダメだ。で、ここで、また。影の少女移動して、ブロックがね、あ、またあれか。で、スイッチを切り替えなきゃいけないんだけど、切り替えらんないよな。これか。そこ、茨の、あ、待って、ま、押すとこあんな。あー、はい。なるほど。で、これスイッチオンするとどうなんだろう。時間制限に閉まっちゃうのか。なるほど。だけど私はね、あれが拾いたい。鳥を。どこで取れるかな。あ、どんどん引いていくと、でも、つまり、ここか？鳥はどこで、どこで見つかったっけな。押してみよう。あ、ここか。ここか。ってことはどういう状況をしていけばいいのかな。難しいな。これとの難しいな。これ消えちゃうんだよな。で、こういうスイッチが出る。まずは鳥を取ることに専念しましょうか。鳥はね、もうね、箱を動かすとね、木が。奥に行かないとね、鳥が出ないんですよね。で、ここで、どうすんだろう。どうすんだろう、これ。おそらく重力をね、逆転したらこれ、取られたもんだよな。だから、ここでスイッチを出すように、ちょっと仕向けといて。でね、ここですね。あ、違う。ここでスイッチを出すんですよ。でね、ここでね、こうかな。これでいいのかな。で、これ逆になっちゃうから、あ、ここで待機して、で、何何、こうするのかな。怖いな。すごい怖い。あ、でも合ってるよ、これ。こうしといて、これ潰れないよな。で、少女、か、よいしょ、あ、またあった。あ、わかったから、これだ。で、つまり、これ下げてって、ちょっとずつ下げてって、あー、下げすぎた。一気に下げればいいのか。いや、むしろあれだ。むしろあれですよ。こうか。で、この子を、これしがみつけないかな。あ、ここで待機だ。そうそうそう。これで、ここ、出す。で、ここかな？で、ジャンプ。よいしょ、取ったよー。素晴らしい。で、最後、あとは、穴を開けてあげればいいかな。違う。どこで開けるんだ、これ。スイッチを出してあげたいんだけど。あ、それじゃ重力が働くかな。これきついんだよな。あ、わかった。こうか。戻してあげて、こうすれば、あ、ちょっと下げすぎた。こうか。で、この子で、これ以上できないな。あ、違う。あってるあってるあってる。こういうな。下げて、で、この子を上げて、こうして、こうしちょっとあげて、あら、消えちゃった。やり直し。下げて、行き過ぎちゃダメだね。もう一回多分、どんじりまで行けば、あ、行けないんだ。途中で影が消えちゃうから、ここでね。で、ここで、チェンジして、スイッチは、もうちょいあれか。おお、どこまで先まで。
あ、待って、これであれじゃない？あ、ダメか。もう一回戻るか。これ引くと多分ね、落っこっちゃうんだよな。こう、飛びついたい。ここに。こう、いけた。で、これでいいのか。で、スイッチをひねれば。あ、違う。これでいいんだ。もう一回スイッチをひねるな。スイッチひねって、で、これで自由落下。私にはできる。時間がかかった。私にはできなかった。Doing good. よくやってる。いや、難しいっすよ、これ。見つけたほうがいいっすよ。なんだこれ。君はよくやってる。さあ、少女は負けずに頑張りましょう。さあ、これなんだ？スイッチを入れると、パタンってしまうのかな、これ。パタン。お、なんか移動してきた。お、スイッチがもう一個来た。もう一個移動すると、置いてくる。これなんだろう。いや、これは多分、これは？あー、でも乗ることはできないのかな、多分。その前にこれ、少女を移動しよう。うん。今の板が置いてきて、貝を、ひなどを遮ってくれたから、こうやって移動できるわけですね。なくしたいと思う。で、ここ、からくりがあんな。これは？トゲが出るな。トゲはいらないんだよな。ってことは、これを即座に切って、ジャンプ。待って！早えな。早えな。あったあったあった、ちょっと待って。なんかコツがいるはず。待って！移動が早い。これ、本当にこれいいのかな？待って、早いな。よいしょ。また、ロングジャンプじゃ間に合わないな。いや、間に合わない。絶対間に合わない。これ、なんか必要だ。これ避けると、茨が出てくる。でも、これを押すと、いっちゃうね。移動が早いんですよね。なんかないのかな？手段。発想の転換が必要ですね、これね。あ、なんかあるじゃん、これ。なるほど。距離が狭まった。あー、出た。これ、1個になった。そうすると、おー、トップで発想転換、成功しました、今ね。やったぜ。気にする。すごいな、これ。すごいゲームだな、これ。作った人、天才ですね。このゲーム、パズルを作った人。面白いでしょ。私が、突然私が話して動かして前に進むようになったのよ。君を何とか見せている。頑張りかな。これなんだろう。おー、ぶっ潰れる。すげえ下がった。スイッチが1個になった。鳥が取れそうだな。あ、でも落っこっちゃった。ステップバイステップ頑張るって難しい。これ取り取ったらアウトだな。だから下げてから取るってことかな。これが正解だ。ステップバイステップ、ステップバイステップ、一歩ずつだ。危ない。ただ一歩ずつが大事ですよね。で、ここが進めないと。で、あとは少女の力を借りるってことかな、これは。あ、でも何にもないぞ、これ。これ下がるのかな？あ、下がった。私はよくやってる。私は自分で出口を見つけられるわ。
そんなこと言ったら少女が置いてけぼりになっちゃうな。少女も頑張れ。さあ今度は少女出番か。私もできるよってなんか言ってほしいな。お、移動した。これであれかな。これはなんかこれ届かないんだよな多分。あ、届かないね。これはあれ、移動しない。一回行ったらもう行った気になっちゃった。これ一回あれかな、待たなきゃいけないかな。一回待ってよいしょ。で、これ移動すると。これかな？これでいいのか。で、ここが問題ですね。こう下げて。どういうことこれ？これはどういうことだ？でも、これあれだな。どっちみちジャンプしなきゃダメなんだろうな。よいしょ。届かない。届かない。一回スイッチ切るか。だ、乗ってすぐにジャンプするのこれ。いやでも届かないだろうなこれな。多分ちっちゃくなった。あ、なるほど、これ待機か。でこれが置いてくる。あ、なるほどね。無理しなくてよかったんだ。危なかった。これよし、済むんだ。そうだ、済むんだ。私は理解すると思うよ。私もできると思う。少女も頑張ってくれ。私は君を理解すると思う。お、おおおお、すごい。塞がれた道が戻っていく。あ、かっこいいこれ。おい、少女頑張ってくれよ。影の少女も頑張ってんだ。I'm afraid she won't forgive me. Do you think I can make her understand? 私もやってみるって思ってほしいな。君は住まなければならない。Do I really have to leave her behind? 本当に彼女を置いていけないといけないの？彼女を置いていくんだ。そんなことがあるのか。どうなんだろうな。はい、ということでございまして、今回の動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。ね、ちょっとね、影の少女が結構頑張りを見せてきてね、私もできるという自信が出てきたようなんですけど、その進む上でね、この少女を置いていかなきゃいけないという疑念が出てきてしまった。さあ、どうなっちゃうんだろうな。少女頑張れ。はい、次回またやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いします。それでは、さよなら。